はい、皆さんこんにちは。今回の動画はですね、治らない白癬病、薬浴しても便浴しても治らない白癬病で次に対策した、方法をお伝えしたいと思います。どういう効果が見出せるかっていうのはちょっとこれはまだ結構未知数なところがあるんで、これで治ったらねかなり、楽になるんで、魚を隔離する必要っていうのはなくなるんで、ちょっとねご紹介したいと思います。効果についてはね今後、効果があったらまた次動画にしようかなと思ってます。はい、今回は始めましたよっていう動画でということでよろしくお願いします。はい、まずはね白癬病になっている子、どこ行ったかな、こいつよく見たら白癬病なんですよ、頭のところ、便浴しても薬浴しても治らないんですよね。で逆に今奥にいる子、あの子も白癬病やったんですけど、あの子はね放置で治りました。なので逆に今放置して餌を食べさせまくってほっとく方が治るのかなと、思ったりもしてるんですけども、ちょっと調べてたらなんか唐辛子が意外と白癬病にいいみたいな記事をね見つけて、それやったらちょっとやってみようかなと、思いました。はい、で一応ねこんな感じで、ここと、でこっちの上の、ここに唐辛子を設置しました。で、前回の動画と一部変わった点がちょっとあるのでこちらも紹介しておきたいと思います。前回はねこのこのパイプで給排水分けてやってたんですけど、内側の方に、ちょっと水が回りにくいっていうことが判明したんで、この日本については、排水のみにしました。で、日本いい感じにこう流れるようにでバルブを1個追加しました。はい、こんな感じです。ちょっと寒くてね、大変ですね、寒いっすよね本当に。で下の浄化槽へ落ちるという感じです。はい、今はもう年末なんでね、本当に寒いですよね。よし、でここにね隠れて全く姿を現さなくてアマゴちゃんをねここで単独飼育することにしました。ほんで排水日本にしたんで、給水側をこっちから、こっちから水をあげて、給水することにしました。で、端っこに排水があるんで、水が流れやすいかなと思って、全体にこう綺麗な水が行き渡るように変えました。はい。で、うちは孫ちゃんに水流入れています。こいつはね、特に何もやってません。こっちは何もやってません。はい。経理学って水槽に導入直後って白癬病出やすいんですよね。で、なってる個体も、ちょうど2匹のヤマメが、1ヶ月ぐらいかな。この子は多分、3週間ぐらいかな。そうなんですよ。経理魚は水槽に入れて、大体10日、2週間とかそれぐらいで白癬病はね出やすいんですよ。結構まず山場としてはまずそこですけどね、そこを乗り切ればもう大体いけるんですけどね。はい、で今回救いなのは白癬病になっても餌はねガンガン食べてくれてるんで、そこだけはね安心できます。
だからね、多分、まあ、ちゃんと管理していれば治るとは思います。うん、はい、そんな感じでね、まあ、白癬病になっている、まあ、ヤマメに対してこの唐辛子効果はあるのかどうか、うん、っていうのをこれから検証していきたいと思います。まあ、始めますっていう動画です。はい。で、ついでなんで今からね、腕なしにザリガニを与えようと思ってるところなんで、ちょっとそれもね、今から動画にします。ちょっと待っててください。ちょっと止めます。はい、今日のね、腕なしの餌は、うん、ザリガニのちっこいザリガニと、これね、ブルーギルをさばいた切り身になります。はい、これをね、今日腕なしに与えていきます。よしよし、与えるよ。ちょっとね、カメラ立てる台がどっか行ってもうて、ちょっとブレると思うんだけど。はい、ね、この子がね、うちで飼育しているニジマスの腕なしです。なんで腕なしかっていうとね、この子ね、うちに来た時からこれ胸びれがないんですよね、両方、うん、なのでね、腕なしっていう名前になってます。はい、この子にね、今日は餌を与えていきます。まずはね、これアメリカザリガニちっちゃいの、これ与えるの初めてなんですよ。うん、取れねえわ、手でいくわ。食べるかな。ザリガニはね、今回初です。食べてくれたらいいんですけどね、駆除にもらうんで。いきます。よいじゃん。お、いった。いえ、おお、ザリガニ食ったぞ。ザリガニ食いました。で、続いて、はい、これブルーギルの切り身、これを与えていきます。ブルーギルよいしょ。おい、いった。いって。全然取れんやんけ、早すぎて。はい、こんな感じでね、もう食欲は旺盛です。うん、まあ、ある意味ね、こいつも外来種なんですけど、この多分でかいのはいけない。いけんのかな、これ。いや、これはちょっとやってみるか。これ食ったらもう腹ボコボコになっちゃうから。よし、ちょっと待ってよ、取れねえ。よし、いくんかな、これ。いけんのか、これ。これいけるのか、これいけるのか。これは無理だろ。いけんのか、これ。いったらすごいぞ。さあ、行くか。うお、いった。うわ、マジか。お、頑張れ、腕なし。食っちまったわ。すげえ。すげえ。あんなでかい切り身やったのは初めて。もう一枚行ってまえ。全部行け。そりゃそうか。自然界で魚一匹丸々食べるもんな。よし、これも行って終わりにしよう。よし、最後飾ってくれ。おお、危ない。うぅ。すげえな、こいつ、マジで。はい、こんな感じでね、うん、いつもね、まあ、毎日分けないんですけど。おお、おお。バラしてる。おいおいおい。まあ、この後水替えするんでいいんですけど、うん、ちょっと見とくか。面白いな、こいつ。うん。おう。うわ。まあ、この後水替えするからいいけど、もう存分に暴れてくれ。後で綺麗にするから。おい、でかいの落ちてるぞ。あっちに。でかいの落ちてるぞ。指噛まれるんですよ。おう。ですけど、指噛まれるからね。うん、はい、こんな感じでね、今日の動画は終わりにしたいと思います。ね、本日ね、19時からガサガサ動画、上げると思うんで、ちょっとね、大雪でね、あんまりできなかったんですけど、よかったらまた見てください。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ではまた。